ではもう一つの楽器を紹介します。こちらパイパーといいます。それではこれではどんな音が出るのかな。先ほどの普通のアコースティックの場合、あれは4本の弦、こちらは6本の弦があります。バイオリンはThank you.